はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、ということで、はい、井坂さんのスーパータップの末、はい、ダウンロードが終了しました。おっしゃー、はい、これでもスタートしていいんだ。こっからもうやっとスタートラインですよ。表紙もちょっとそうそうたる選手が。井坂さんいない？井坂さんは山川いないですね。ちょっとこの大瀬良、山田、はい、それは中田とかに各球団のですよね。筒香、結構そうそうたるもんですね。そうですね。なるほど。ルーキー応援キャンペーン。ルーキー扱いかな。あ、データダウンロードお疲れ様でした。そうですね、ルーキー、まずはやっぱルーキーから。はい、ちょっとイラッとしますね。プロスピン1年目なんで、今、豊さん。これ何くれるの？これ、あ、これはなんか今多分、いろいろもらってると思います。あ、これもうもらえたのかな。さっきの多分、契約書みたいな。これで閉じるで。なんだこれ。これ多分携帯変えたりとかしたときに、あの移行とか移すときに、丁寧だね。いや、ちゃんとしてんすよ。だから、はい、買い替えても大丈夫っていう、しっかりできます。戻る、はい。これが最初の画面ですね。こういう感じで。お、これはコナミさんの一押しアプリ、別の多分。バルセロナ、サッカーが出てきてんじゃないの。違う、多分やつ。コナミ一押しって書いてるんで。一押しも何も俺野球やるしてんだからさ。でもこの今矢印出てるとこね、最初は。試合ね、はい、サッカーの試合じゃないだろ、ね、だって息子さんだって、はい、まあ確かに出てくるね。これ筒香が出てきたら、はい、これが多分今持ってる選手ですね。かっこいいね。いやーすごい持ってんすよね。すごいな。こいつが気になるんだ、四角いとか。そういうキャラクターらしいですよね、そのプロスピエースの。このキャラクターのスタンプとか出てますからね、ラインスタンプ。これなんだ、これは多分対戦相手ですね。はい。で、今これちゃんと横浜スタジアムとか、球場もちゃんと再現されてるんですよ。これラミレス、これラミレス監督です。ラミレス痩せてるんだよ。モーガンみたいな感じ。また解説が小宮山と同じ、はい、このやっぱ解説にもちょっと注目していただいて、豊さん、同じ解説者として。ちょっと嫉妬してます。はい、聞きますよ、聞きましょう。でもこれ、試合開始したら、解説もちゃんとついてきますので、実況解説が。川島慶三になってる。これ、ラミレス監督の。なんで川島慶三がいるんだ。ソフトバンクじゃないの。これが先の試合ですね。おっ、あ、いった。おお、ちょっと良さげでしたね。打ち方似てるな。川島選手。そう、結構再現する。さすが。じゃあね、バッティン。帰ってこれないの。すいません、今まではちょっと。じゃあ次、清宮選手なんで。はい、なんで清宮がいるの。清宮選手が横浜のユニフォームを着て。ならではですから、ゲーム。もう構えとも結構似てないですか。似てる。あっちも行っとってくださいよ。お、あ、いいっすね。いや、セーフだ。リクエスト。あれ、リクエないの。今のはちょっとすいません、リクエスト見ろは。はい、一回見ます、一回見ましょう、一回見ましょう。リプレイ見ましょう。今のはね、リクエストやらないですね、これ。こっからリクエストでしょ。角度が今ちょっと分かんなかったっすわ。リクエストダメなんだよ。いや、まだチャンスですから。でも捉えてますよね、結構。あっ、あー、惜しくもちょっと点取れず、ミスミス。ラミレス監督が。そう来ました、堂上直道選手。直道選手、はい、この レアですよ、このちょっと調子いいからな、はい、いや、でも似てるわ、うん、でここもちゃんと再現されてるんですよね。サードゴロということで。なるほど、この回で
やらなきゃいけない。これなんとか。これノーアウトなんで多分全部スリーアウトまで多分やると思います。これは。行きましょう、さよなら。行きましょう。点入るとこ見たいですね。おお。なんだ。マール。詰まってる。走れ。ああ、まだわかんないですね。気温まずありますから。まずルイ出たいですね。あ、これが強振ですね。おい、まず、おい、おい。ピッチャー投げる前に振ってました、今。もう投げる前にはもう、はい、空振りしましたか。強振ちょっと難しいかもしれないですね。これ強振になってないの。今が強振やって、この強振やめるで、はい、こっちで決めましょう。よっしゃ。あー、当たりいいっすけどね。ミス。ミスじゃねえよ。引き分けになりますかね、これまだ。いや、まだ続いてます。まだ終わってないですよ、試合は。まだ終わってないですよ。斉藤って誰？斉藤翔吾、ライオンズじゃないですか。おお、オッケー、オッケー、オッケー。さよならのランナーが出ました。ちょっとフライボール革命になってないな。全部叩こうとしてる。あら、あれ？なんで？ここからもうコンピューターの多分。コンピューターになると思います。引き分けで。なんだ。引き分けないことない。引き分けない。これどうなんない一塁じゃない。全部やるってなったらやっぱりそこまでのやっぱり少ないチャンスをものにできなかったので、そのチャンスを生かしていくものなんで。すいません、それは。